はい、公認会計士税理士の山田晋也です。危険、やってはいけない確定申告参戦、書き忘れ、うっかりミスにご用心です。お送りする内容は、還付金に直結する書き忘れ、ふるさと納税のうっかりミス、鬼門減価償却の攻略についてお話ししていきたいと思います。というわけで、本日は皆様の確定申告を見た時によくある間違いってあるんですね。そのせいで多く税金払っていたりとかですね、税務調査で 100% 指摘されたりとか、そもそも確定申告って非常に難しいものですので、間違いがあって当たり前なんです。ただ致命的なミスを犯してしまうとすごくもったいないですので、今日はよくあるミス3つについてお話ししていきたいと思います。まず1つ目は、源泉所得税の書き忘れです。源泉所得税の書き忘れ、一体どういうことかと申しますと、確定申告でですね、そもそも天引きされた所得税額を書く欄があります。確定申告書 B ですと48番っていうんですけど、でそれと実際の税額ですね、これ45番なんですが、それと比較して天引きされていた源泉所得税の方が多ければ還付金があるよという仕組みです。ちなみに天引きされた源泉所得税が10万円で、税額が結局8万円だったとします。その場合、差額の2万円が還付金として皆様のところに戻ってくる、こういう仕組みです。しかし、この天引きされた源泉所得税10万円を書き忘れたらどうなるかと言いますと、単に税額8万円払っておしまいということになってしまいます。つまり、この10万円を書き忘れていないかどうかというのがポイントになります。これ書き忘れてる方、実は結構いらっしゃいます。確定申告書のどこに書くかと申しますと、まずは2枚目左側ですね、所得の内訳という欄があります。例えばこんな感じですね、配当金、給与、座所得といったところですね、一番右に源泉徴収税額っていうのを書いていないと、そもそも還付されないということになります。で、今回のね、この例ですと、給与360万円に対して源泉徴収税額9万6800円というのを書いてます。これが48番ということで、この第一表の方ですね、右側ですね、48番に9万6800円を書くことになります。で、これとその上ですね、45番の所得税及び復興特別所得税の額ということで、丸45番に税額9万2706円がありますので、その差額が52番、還付される税金ということで4090円が還付される、こういう仕組みになります。なので、この48番の9万6800円を書き忘れていたり、実際の金額が少なかったりすると、危うく還付じゃなくて納付になるところだったんですね。これが e-tax で言いますと、例えば個人事業主の方とかは、事業所得のね、ところを押していただいて、でこれ下にスクロールして、源泉徴収されている収入の内訳入力という欄があります。ここにですね、ちゃんとそれぞれの会社から入ってきた収入額とそれに応じた源泉徴収税額を書く必要があります。ここで言うと12万2520円と61260円、これを書き忘れると還付金がないということですね。やってはいけない確定申告2つ目、ふるさと納税の書き忘れです。ふるさと納税は基本2箇所に書く必要があります。所得税のうちの28番、寄付金控除、そして住民税のところの都道府県市区町村への寄付特例控除対象、この両方に書かないとふるさと納税のメリットが得られません。ちなみにですね、ワンストップ特例をすでに出した方も確定申告をしなきゃいけない事態に陥ると、もう一回ですね、ふるさと納税のことを書く必要があります。要はワンストップ特例をした人も、確定申告をしてしまった時点で先にあったワンストップ特例の効果が打ち消されるということですね。具体的に見ていきますと、確定申告書第2表のですね、真ん中辺にですね、寄付金控除に関する事項28番っていうのがあります。ここにふるさと納税をした金額、ここで言うと4万4000円というのを書いて、さらにですね、その下、住民税事業税に関する事項というところの住民税、ここで言うと右から4つ目、都道府県市区町村の寄付特例控除対象4万4000円というのを記入すれば基本的には大丈夫です。ちなみにちょっとややこしいんですが、こちらに4万4000円で書くとですね、こちらの第一表の方の左下28番寄付金控除のところにですね、4万2000円というふうに出てきます。どういうことかというと、実際ふるさと納税をしたのは4万4000円でも、2000円引かれて第一表の28番には記載しなきゃいけない、
という仕組みになってます。ちなみに e-tax の場合はどうなっていることを申しますと、こちらですね、所得控除の入力というところがありますので、ここで一番下ですね、寄付金控除というところを入力をします。するとですね、ふるさと納税をね、書く欄がありますので記入して、まあ、こちらね、一件一件ごとなんですが入力をしてください。ここはちなみに12,000円というふうに入力しました。で、これをやることによって e-tax の場合はですね、自動的にちゃんとね、第1票の下寄付金控除のところは1万円というふうに入力されていて、第2票のところにはですね、真ん中辺寄付金控除に関する事項で12,000円と出て、下住民税のところでもですね、ちゃんと12,000円というふうに自動的に飛ぶようになっております。ですから、ふるさと納税で所得税、住民税両方書かないといけないですよっていうのは、書面で書いてる方と、あと会計ソフトによってはですね、自動的にね、両方に飛ばないソフトもあるようなので、皆様がお使いの会計ソフトはちゃんとね、両方ともにふるさと納税の金額が書かれてるかどうか、こちらは自己責任でちゃんと確認してください。この住民税ね、特に書いてないと住民税が安くなんないですからね。やってはいけない確定申告3番目、10万円以上のものは一度に経費にしちゃダメですよということ。これは税務調査とかがあれば絶対問答無用でダメってなっちゃいますからね。これ知ってる方は知ってると思うんですけども、10万円以上のものっていうのはこれは資産です、財産です。だから短期的にその年の経費じゃないですよって扱いを会計では行います。じゃあどうすんの？数年にわたって経費を分割していくということになります。これを減価償却、減価償却費というふうに呼びます。これ減価償却っていうのがね、非常に難しい用語を使ってるんで分かりづらいと思うんですが、減価償却、これ英語で言うとディプリシエーションですけれども、直訳するとですね、価値低落って意味です。で、価値が低落どういうことかと言いますと、これはですね、設備投資をする際に出てくる用語なんですね。設備投資をするとそれって1年限りじゃないよね、5年10年使うから5年10年かけて価値がだんだん下がっていくものだよね。だったら一度に経費にするんじゃなくて分割で経費にしませんかという考えというか哲学自体がこの減価償却なんですね。ただ日本語がすごく難しいんで、個人的には減価償却ではなく分割経費というふうに覚えてほしいです。例えばじゃあ100万円の機械買って、じゃあなんで100万円経費にならないのというと、それはもう節税し放題だからですよね。今年利益多いな、じゃあなんか100万円のもの買おう、200万円のもの買おうというといくらでも節税ができてしまうので、それは避けた方がいい。ちゃんとそれが10年持つものだったら10年間に分割して経費にしなさいねというのが税法的な考え方です。もちろんね、他にも理由がいっぱいあるんですけれども、一つは節税されるのを防ぐという役割があります。で、分割経費と言いましたが、何年に分割したらいいのかっていうのが、税金の方では決められております。本来はね、自由なはずなんですけどね。日本の場合はこうやってパソコンなら4年、自動車6年、これ新車の場合ですね。事務所とかの内装をするんだったら15年、で鉄筋コンクリートのマンションだったら47年というふうに年数が決められてますので、この年数に応じて割っていく、経費を分割していくということになります。ちなみに中古の場合はですね、すでに経過している年数もありますので、この年数よりも実際短縮されます。ですから4年落ちの車に関しては実質1年だよとか2年だよといったですね、中古車の方が節税になるといった話もあります。今日はね、簡単な話しかしませんが、基本的に10万円以上のものは一旦工具器具備品という資産になって、そこから毎年ですね、減価償却費になっていくということになります。ちなみに文房具とか机とか椅子はどうなるのと言いますと、10万円未満だったらどんなものも大体消耗品費という扱いにして経費にすることが多いです。だから同じ机でも9万円だったら消耗品費、10万円だったらこの備品という扱いになるわけですね。ちなみに経費か減価償却かっていう基準は原則10万円がラインなんですけども、青色申告の方に関しては30万円ラインになります。というのも、青色申告の人についてはですね、10万円から30万円未満だった場合は経費でいいですよっていう少額減価償却資産の特例というのがあります。これね、全部足して年間300万円が上限っていう縛りはあるんですけども、青色申告の方は30万ラインで減価償却か経費かというふうに判断したらいいです。ちなみに減価償却の場合は、この収支内訳書とか青色申告決算書のですね、2ページ目とかにですね、減価償却費の計算っていう欄がありますから、こちらで計算したものがこちらの1枚目の減価償却費に飛ぶということになります。ちなみに減価償却かどう
か資産か経費かというのは10万円以上のものに関することですから、10万円とか30万円超えてもですね、サービスの料金とか旅費交通費人件費に関しては別に100万だろうが300万だろうがその年の経費で大丈夫です。減価償却にはならないです。あくまでも減価償却というのは設備投資とかに関するものですからね。ただ30万円の時計はどうなのっていうと、30万の時計は物ですから、それはやっぱり減価償却が必要です。そもそもですね、腕時計が経費になるかどうかっていうのはまた別問題としてあるんですけどね。というわけで本日はやってはいけない確定申告ということで、還付金、ふるさと納税、減価償却についてお話しさせていただきました。今はですね、確定申告シーズンですので、しばらくはですね、確定申告のいろんな注意点についてお話ししていきたいと思ってますので、よかったらチャンネル登録をして次の動画をお待ちいただけると大変嬉しいです。このチャンネルでは税金、ビジネス、投資、経済のお得な情報とか、初心者向けのですね、確定申告について解説しているチャンネルでございます。今後ともごひいきに。それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。